ヤンコン精鋭特殊部隊ファミツアップ支部。はい、ファミツアップバサローム大佐です。バンナムの川島です。でゲストこちらです。はい、どうもどうも、応援団長の川西優子です。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介しますね。ガッツキ大佐の一森 RX です。よろしくお願いします。はい、ディレクターの木原です。よろしくお願いします。そして僕が、え、何何、ゲーマルクでーす。なるほどね。間違えた、ごめんなさい。ガッツキ大佐のクラッチャンでございます。はい、すごい空気にやばいっすね。すごいピリピリした空気にやって、うん、ピリついてたの。よかれと思ってやってんだけど、ピリついてたのね。で早速お知らせの方に、うん、早速やっちゃった。はい、ゲーマルクかわいそう。今週追加されました抑圧と抵抗5連画社、はい、こちらの方解説お願いします。はいはい、今回のテーマはですね、はい、この画社は、弱体化のスキルとその弱体化に、まあ抗う体勢を持った、うん、スタンとスタンの体勢を持ったパイロットとか、はいはい、そういう形のテーマの画社になっております。で1日4回限定の5連画社で、はい、まあ、ステップアップで、4回目になると、まあ、SR5%、HR45%、いう形になっております。しないと悲しいパターンのやつですよね。そう、戻っちゃうからね。またね。まあ、そうですね。で、まあ、おまけもレアバッジ、はい、バッジと、はい、まあ、この後にご説明するあの探索メダルが、うん、まあ、専用でついております。なるほど。今回ラインナップ入ってる機体ですげえ強いんですよ。はい、見ましょう見ましょう。見ましょう見ましょう。ショップで見ます、もしくは。ショップで、あ、そうですね。そっちで、うん、あ、そうですね。こっちの方が見やすいです、ね。そうそう、こっち全部いるんで。はい、うん、まずは、はい、スタートアップのねスターンついて、はい、ユニコーンですね。ですね、はい、おお、強いんですよ。そうですね、機動弱体ついてますね、確かね、これね、うん、はい、あ、そうなんだ、このスタンって。これ途中で追加されました、機動弱体も。ああ、本当だ。なんで元々強いのにさらに情報。いや違う違う、最初はちょっとあれだっていうので一回強くなったんですよ、これ。ああ、こいつとかも強いし、うん、あとね、最近ね、ネオジオングがね、やばいんですよ。ちょっとだから、ね、強くなりましたもんね。自動回復ついたり、ガードついたりしましたよね。はい、にこいつがね、また強くて、バカ硬い。ネオジオングとアタッカーとサポートみたいな3機の組み合わせが結構ね、結構厄介。これ正直欲しいっす。これ最初の方ですか？最初の方。これ最初の方。最初の方ね。はい、どっちも強いですよ、多分ね。だってユウコ持ってますよね。ユウコは後の方持ってます。ね、団長はね。私あのあれつけてますよ。あの犠牲にして走行を上げるやつ。あ、走行、みんな走行犠牲って言ってるんですね。犠牲にして走行を下げるやつね。機動犠牲の走行。あ、そうです。はい、それ2つつけて、で、お気に入りにしてるんで、お、めっちゃ硬いですよ。すごいじゃん。はい、あとカスタムもしてます。おお。やばいですね。パーフェクトネオジオムね。パーフェクトネオジオム。結構強いですよこれ。他の機体もかなり強いし、いい機体。ベルガギロスとかもね、ベルガ、あ、欲しいな。あ、ベルガ、ね、欲しい。毒っていうかね、あれ、余裕と呼ばれる、まあ、ターンごとにダメージが、うん、これとネオジュングとかかなりいい、はい、いい組み合わせ、まあ、毒のダメージこいつだけバカでかいですもんね。まあ、まあ相当高いですね、こいつだけ、はい、ね、単体攻撃なので、はい、この機体は威力は高い。うわ、欲しい、はい。ブレイブも入ってます。そう、ブレイブも入っています。いいね、エース。ブレイブ欲しい、ブレイブ欲しい、今一番欲しい、今一番欲しい、結構いいです。あとはパイロットも結構いいの入ってます。特にこのトロワ・バートンが、トロワ・バートン今回これでボイス付きになったので、もともと持ってらっしゃる方のものもボイス付きになってます。なるほどね。今週新登場じゃないですもんね、今回ね、従来のね、そういう更新もねやっていきます。なるほど。ヒーローの声付きウイングコンビはかなりどっちも多分強いです。うわー、スタン阻止、スタン阻止、欲しい欲しい、どっちでも欲しい、うん、欲しい、パイロットも強いです。はい、でサポートも結構強いですよ。サポート、サポートも結構強いですね、はい。まあ、まずは人気のブライト、ブライトもね、命中とガード解除、そうですね、ガード解除と命中、こいつめっちゃ強いし、支援とかも結構使えるし、ガード解除ついてるから対ネオジュングとかも結構いいかもしれないです。はあ、強いね、使いやすい、命中もついてるんです、命中も強いんですよ、あ、命中もついてんだ、
当だ。命中にって結構当たります？サポートの2つついてるから絶対当たるよ。これ2つついてるからやばいんだ。そうそう、あのサポートのオードリーもいたじゃないですか。いますね。オードリー命中2が1個だけなんですよ。 あとあれでしょ、先制解除みたいなやつですよ。です、ね、抑止全域、そうなんです。これはあの、まあ、オードリーしか、はい、いわば持ってない。命中2だけだとあれなんですか。結構当たります。結構当たります。結構当たります。ただブライトはもうほぼほぼ当たる。ほぼほぼ当たる。これに多少命中ついてるやつ乗せれば割と回避きついです。へえ、とかね、強いんですよ。これは結構いいです。はい、続いてのお知らせにいきますね。続いてのお知らせが、あ、すごい、夏だ、海だ、水中探索だ。よいしょ、浮かれてますね。いいよね。これあるっぽいような雰囲気のこと言ってましたよね、なんかね。そうですね。ユーコン使ってね。そうですね。いわばそのまさにその通りのイベントで、はい、まあ、ユーコンで、まあ、サーチすると、はい、特殊なシルバーコンテナというものが出てくるタイプのイベントでして、はい、まあ、他の戦艦でも普通のサーチはできるので、はい、まあ、ぜひあのユーコンを安く作れます。全員、誰でも皆さん設計図持ってますので、はい、そちらをぜひ使って遊んでいただければと思います。うん、でですね、あの、まあ、ビンゴ指令書というものを達成していくと最大でこの探索メダルが、まあ、20枚、取れますと1回の、ね、しかもビンゴ結構優しいですよね。普通の曜日クエより全然優しい。はい、まあ、本当に初心者の方でも遊べるように、こういう、そういう設計にしてます。探索メダルあれ SR とかも入ってましたもんね。なんか、はい、そうですね。見ちゃいますか、ショップ。あ、見ます。そこのメダルのところに。メダル。それ一番上がそうですね。はい。はい。でもノーベルとか、はいはい、とか、インパルスとか、いやいや、これは結構入ってね。まあでもいっちゃんな、これ心配なのはさ、SR 出るっていうね。まあね、すごい探索メダルいっぱいもらえるじゃん。俺だって1回出たらさ30枚ぐらいもらってさ、ね、10回回すみたいな、で出るの どうなんすか。どれぐらい出るのかなっていう、まあ、のどれぐらい、どれぐらい、結構出ますよ。結構出る、結構出る、結構出ます、結構出ます、結構出るって聞いたら頑張りますよ僕。じゃあじゃあって何、これから変えれるの。何でシルバーガシャとかよりはよっぽど出るよ。シルバーガシャよっぽど出ないから。シルバーガシャはよっぽど出ない。さっきの4段階のやつはどの辺か言ってもらえばいいんじゃない。あ、4段階、あ、さっきのあの3.4.5%とかの、これで言うと、あ、これで言うと、こんなにこれは出すぎる。あ、これはやっぱりなんていうんですかね、もうお祭りというか、ゴールドぐらいは出ますか。ゴールドガシャ探索理由はちょっと出ない、おい、もっと追い詰めろ。なるほど、いっぱいね、はい、そのまあ、なのでメダルが数が結構入るそうですよね。そうですよね、そっか、数でこなせと。確かに濃いのメダルすごいいっぱい取れるってことですね。そうです。なんであと DP とかも普段よりあのコンテナ買ってる DP が増えて、あ、増えてるのか、あの50、150、250って出ますので。なるほど、意外と DP も結構150、僕1回やりましたけど、はい、結構150ポン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 出て、はい、結構ね、いや本当ね、2,3000 DP 行くかも、30分やると、ね、もっと行くかもしれない。でサーチポイントの数も増えてるんで、はい、サーチもすごくしやすいかなと思います。はい、さらにさらに、はい、さらにさらに、続いて、はい、水中探索応援ログインキャンペーン、はい、お願いします。ね、はい、まあ、これはあの毎日、ね、あの探索メダルと、はい、何かおまけが他がついてるんですけど、まあ、必ず1日3回まではログインだけでも、うん、あの探索メダルガシャが回せるようになってます。であとはあのその曜日ミッションの出撃禁煙とかですね、はい、あとまあ、5日目にはこう HR 確定ガシャメダル、はい、以上確定ガシャメダルですね。あと7日目にはレアバッジもついておる。あ、すごい、レアバッジ付き、うん、はい、嬉しい、はい、毎日遊びます、ね、はい、ということでお知らせは以上に、はい、そうです、はい、うん、なるほど、コンパクト、うん、そうですね。で、まあ、先週ちょっとお伝えできなかったものを一部ご紹介したかったので、はいはい、シーズン開始で情報修正された機体がいくつかあるんで、はい、知りたい、知りたい、そうですね、まあ、ざっと大きなところを紹介していければと、はい、まあ、あのジャスティスガンダムミーティアとかのミーティアに関してはまあお伝えした通り、あの特殊兵装としてミーティアが入ったので、パイロットの射撃センスと反応が 20% 上がりますよと入っております。あとはですね、カスタムとも追加されてます。あのウィングガンダムゼロに遠隔機動強化でも、あ、そうですね、あ、すいません、これ演算特化ですね、演算特化というものが追加されました。あとエクシアですね、ガンダムエクシアにはこちらも演算強化という演算が上がるものが入って、うん、あとはガイアですね、はい、ガイアの方はあの応援パックで、あの、はい、心臓の応援パックありましたね、あったあった、カスタムされてるんで、それに合わせて軌道演算強化というものが入ってます。
でカオスの方も演算特化という、はい、まあ、はいはいはい、バフカオスいいですね、はい、うん、強化のやつですよね、そうですね、はい、使いやすくなっていると思います、はい、うん、あとシーズン8ものですと、まあネオジオング、はいはいはい、さっき伝えたとも、あの HP 継続回復が好き、はい、うん、あのガードが、はい、つく、ね、ありがとうございます、お持ちのね、お持ちの期待ですと思いますので、はい、はい、あとはあのサンドロック、お伝えしたサンドロックですね、はい、ありがとうございます、未覚醒で1から3ターン、うん、お持ちのサンドロック、はい、はい、ありがとうございます、で、あとはそうですね、はい、まあ、ビグザムですね、はい、ビグザム、ビグザムとかは攻撃走行強化の、継続ターン数が3から4ターンに、あー、嬉しい、自分に書かれたんですね、嬉しい嬉しい、あ、そうです、うん、あ、持ってる全部お持ちで全部持ってる、ね、全部持ってるね、もうあとはピシャトリアとか出たあの自身に攻撃力3ターンがあった、はい、そうですよ、そちらもうなくなって、なるほど、取っ払ったんですか、取っ払いました、ありがとうございます、ありがとうございます、僕あの走行盾にクシャトリア混ぜてまして、最初の方を、うん、もう後半ね、あの100とか200しかね3回出過ぎちゃって言ってなかったんです、それがうまくなるってことですね、うん、これは嬉しい、クシャトリアリペアとかあるんですよ、はい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 、うん、まあそういうデメリットもなくなった、よっしゃよっしゃ、あとマニアックなると、うん、あのザクスリー回という結構年に出た、うんうん、え、あの2回3回言っちゃったよ、あれあのあれコースナーの今さっと出てこないんですけど、2回攻撃、2回攻撃、2回攻撃回復するやつですよね、言っちゃったよこの回、おおおい、強いんですか、隠せだけなんですけど、まあ、すごくあのオークションでも安い機体なので、隠せすると、あの HP の回復量が結構効く、あれ結構少ないんですよね、少ない、もともとね少なかった、250ぐらいですか、はい、どれぐらいですか、 200ってだってギャンの貫通攻撃回復みたいな、あれと一緒、あのレベルでしょ、確か、まあ、25% 増しぐらいですかね、 25% 増し、いやよ、算数苦手だからな、こっちはちょっとわからないんだけど、まあすごいってことですよ ね、 なるほどね、そうですね、覚醒で 25% 増しぐらい、なるほど、今までよりはですよ、結構ね安いんで、はい、集めるのはありかもしれない、まあまあ、コースなのなんで、だとさっきネオジオングとかと組ませるのもありかもしれない、ああいいですね、いい、そう重いんですよやっぱ、はい、はい、そっかそっか、なるほど、であとはダブルオーガンダム、はいはいはい、もうあの、まあ、ビグザムと一緒で、どの自身で起動と回避、そうです、あ、これこれね、直撃自身、これのそう、どのダブルオーガン、どのダブルオーガン、いや、回避回避したって、これあこれ、あ、分かった、これでこれただ前に来たくなっちゃうんだろう、カメラの分かんない、 HR のデュエルにちょっと似てる、そうそう、 HR でこうなってるね、それじゃなくて、ダブルオーガン、攻撃機動強化プラスガードガードついてるやつ、 SR の、あ、よく回避盾にされるやつ、バリア貫通、バリア貫通、バリア貫通、あ、そっちね、そう、あちらもあの攻撃機動強化の継続ターン数が増えてます、増えてるんだ、だとあのアクティブ の、 あの攻撃力強化周囲とか、なんとか強化周囲っていうタイプのバフ量もちょっと調整して少し上昇量増えてます、なるほど、そうなんだ、パワードジムとかでしょ、走行周囲みたいな、いや、あ、それも違う、アクティブの方、あ、アクティブの方か、パッシブじゃなくてアクティブ、アクティブの方ね、で、まあ、あの弱体の攻撃力弱体10列とか、はい、反発同率弱体10列とかも、はい、やや、効果量増えてるので、へー、下がるようになってます、なるほどな、はい、あと、まあ、パイロットに関しても、はい、まあ、ハマーンカン&ミネバラオザミ、うん、はい、が技量が40、あ、はい、あ、前言ってた、ね、そうです、前35.3だったんですけど、うん、スキルレベル10で、うん、それが上がったね、刹那、うん、FCA も、格闘が 46.5、うん、反応が 41.5 と、まあ、2つ上がった、すごいな、うん、高い、であとサポートはディギンソードザビ、うん、スキル支援範囲が効率需要が増えましたよ、うんうん、全部で4マスになっちゃうんですよね、そうですね、うん、はい、コストアップ回路ですね、はい、であと地味にちょっと知られてないっぽいんですけど、知られてない、いいよいいよ聞きたいよ、それは知りたいよ、マリナイスマイル、え、はい、うん、ってダブルオー、どれ持ってないです、え、SR ですか、 SR ですか、 SR です、どれだろう、今ちなみに出せます、サポートいます、いや持ってはいないですよ、持ってはない、持ってない、調べよう、他の箇所で出ます、で、あの走行工場支援走行2っていうのが3になってるんで、うん、あ、 3? ちょっと使いやすくはなったんじゃないかなと、3ってあんまないですよね、そんなに数はいないですね、ね、なので、まあ、走行立て、また走行立てというか走行挑発部隊みたいなものに関しては使いやすくなったと思います、なるほど、はい、
ざっとまだ他にもいくつかあると、まだざっと大きなところはこんな、はい、出た、はい、結構あると、うん、続いてのコーナーは質問、はい、質問コーナー、はい、ありがとうございます。メールのね、お便りのコーナー、いっぱいありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと紹介させていただきますね、はい、ユニット編成画面のお任せボタン、うん、ロック機能があると嬉しいです、うんうん、ロック機能、ロック機能あれですね、要は編成画面で、はい、あれ押しちゃうと、はい、あの割と問答無用で編成されちゃう、間違えて押しちゃったりする場合があるので、なんとかしてもらえないかなっていう意見でした。まあ、こんなの注文してないよってなるんですね、うん、そのお任せポンと押しちゃって、ホントまるっきり同じメンツがこんにちはってくるからね。なるほど、お任せ編成するとね、お任せしちゃうと、うん、そうそうそう、対応します、必ず、お必ず、はい、事前に確認が出るよう、はい、確認できるように、はいはい、あ、なるほど、あ、この本当にしますかっていう、はい、確認できるようにします。ああ、まあ、戦争中部隊入れ替えたりね、はい、するからってことか、はい、ちょっと私、あの、はい、ちょっとあの お任せボタンについてなんですけど、団長からの意見ですか、あの戦争中に、うん、あのちょっと移動だけしたいとか、なんかちょっとなんかそのレベル10のエースとか倒したいみたいな、うんうん、ちょっと行きたい時あるじゃないですか、あるある、でもなんかあの自分で編成するのめんどくさいから、うん、お任せボタン、あ、便利だと思って、便利、うん、はい、あのお任せボタンを押して、でなんかあのちょこちょこエース買ったりとか移動したりとかしてたんですけど、うん、その、 あのお任せ編成した人たちも、あ、機体たちも、うん、あの出撃回数がなくなって、うん、あ、じゃあまたあのもう一回お任せボタンで別の舞台作れるかなと思ったら、うん、あの出撃回数が考慮されてないみたいで、うんうん、あの何回お任せ編成ボタンを押しても、ね、あの同じ舞台ができちゃうんで、うん、3回はいけるけどね、未覚醒でもエネルギー3でいけるけど、ヘトヘトになった舞台がまた頑張りますってくるんでしょ、そうなんです、痛いはずしても、そうですよ、なるほどね、出撃回数を考慮に入れていただけると、まあ、でも団長といえどもそれ難しいんじゃないの、厳しいんじゃない、やっぱりちょっと聞いてみます、はい、前向き間が完璧とは言えないけど、間が完璧、ありがとうございます、その通りだ、ありがとうございます、はい、助かります、はい、続いての、はいはい、お便りなんですが、はい、戦場で機体の人気ランキングとかありますか、人気の機体ランキングありますか、おうおう、ガンコンペディアに、それ何、どういうこと、いや、あれですね、多分戦場で出てる機体でよく使われてる機体、何が使われてるの、知りたいってこと、はい、例えば精鋭戦だとこの機体はかなり人気高いぞとか、戦域だとこの機体が人気あるぞみたいなのが何となく知りたいなみたいな、確かに今月のトップ10みたいな、普通に興味が今月のトップ10、面白そう、ガンダムが1位に上がってきたぞみたいな、みたいなね、あ、そんなリアルタイムみたいな、なんで今日10位にソードストライクが出せたみたいなことですよね、で、 できれば面白いけど、ね、ちょっとそんな変動しないはずなんで、こういうのって分かるもんなんですか、そうですね、調べれば分かる、調べれば面白そうなので、うん、もね、企画としてそう、ね、お知らせとかでまとめて告知するとかがいいかな、うん、はい、でも僕これ本当にリアルな話、はい、あのガシャの何旧機体とかのラインナップってやっぱそういうのを参考にしてるんじゃないですか、うん、あ、もう結構いろんなものを参考にしてる、あ、そうなの、とかももちろんそうです、そうですよね、ガンコーの時とかもあのスキル選抜とかやってたりするんで、はい、やってた、データは多分取ってるんですよね、そうですよね、うん、なるほどね、そうですね、で、そういうのはちょっとすごい分析されてる、本当ね、ギッと取りますね、多分ね、たまに人気ない機体もこっそり混ぜてるはずなんですよ、この、ね、この、ね、この、ね、使い方掘り起こしてくれたらね、そう、確かにね、使えるかもしれない、いや、マサエムさんの再生です、あの倉庫の刹那全体、 あれとか昔からあるやつじゃないですか、確かに刹那全体、あれとかもそうですよね、あれも本当に使い方かっこいいですよね、昔からの、なんか気になりますね、私 SR ケンプファーどれぐらい、うん、あんちょみんな使ってるから心配いらないよ、大丈夫、みんな使ってみんな覚醒してるから、はい、安心して、嬉しい、ありがとうございます、不安にさせないでよみんな使ってよ本当に、ありがとうございます、言っといたから、はい、ありがとうございます、ね、ですね、よくやっぱり来てる意見が、はい、最近よく話題になってるあの談合系出たー、談合のコーナーね、もう談合のコーナー新設談合のコーナーです、まあ確かにいっぱい来てますね、はい、まだはびこってますか、うん、まだ、まあ対処はいろいろしてはいるんですけど、まあ完璧ではないことは我々も認識してて、はい、でちょっとここの動画の場所ですぐには言えないんですけど、はい、
またあの運営頼りっていう形で、これから考えてることありましたよね。実際やることとかありました。ちょっとまとめて、まあ、他にもこういうこと考えてますよっていうのも、はいはい、全部ひっくるめて、お知らせの方で告知を、近日中にしたいなと思って、はい、ちょっとそちらを確認いただけると。なるほど。この間川島さんから来たやつですよね。あ、そうですそうです川島さんです、川島です、直接来たやつね。直接来たっていうか直接来たというか、なんか季節の変わり目にね、なんかお元気ですかっていうやつね。みんなガンダムコンテスト楽しんでますかまあそれじゃあまた具体的な、はい、対策を、はい、告知したいと思います。はい、お願いします。はい、さらにですね、はい、僕ありまして、ほうほう、あの、何でしたっけ、ガンコン、ガンコン、ちょっと待って、おじさん、バサラさん、そう、前回もありましたから、バサラさん、その、言おうと思って言葉が出てくる、この番組のタイトル忘れちゃった、ガンコン声援特殊隊、ガンコン、ハミツアップシブ、ハミツアップシブ、ガンダムカフェシブ、ガンダムカフェシブ。はい、イベント、イベント、あ、そっちね、そうですよ、出てこなかった、はい、ガンダムカフェ秋葉原で、うん、はい、あの公開収録を、ね、はい、ファン感謝イベントと、はいはい、実施するのがいい、そうですよ、いっちゃんの握手会もありますよね。え、ありますかこちらは聞きたいですけど、いっちゃんの握手会、まあ、団長ではない、握手はしますけど、それはしますけど、やりますよ、言われればね、言われればやります。日曜日まで、はい、はい、今回の動画の金曜日に公開する予定なんですけども、その金土日までですね、うん、まで応募できます。応募できる、はい、どしどし、うん、ちゃんとあの、はい、あなたたちが所属している、うん、同盟、同盟でも言ってください、ね、ジオニックフロントね、はい、誰も口にしないですねその話を。そうですね、なんか動画見ましたとかは言ってくれるんですけど、誰も宣伝してないから宣伝はしてます、宣伝はしてます、宣伝してます、宣伝してるし、うちに入ってくるっていうことは知ってるだろうってね。そう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 ね、まあ、ただちょっと念押しで、そうそう、会いたい会いたい。僕この前戦争出たら、はい、あのガンコンのアップ支部見てて、うん、おガンコン応援してます、ありがたい、ありがたい、いたんですごいあったかい、はい、いたんで、はい、試しに舞台全部投げてみようかなと思ったんですけど、はい、すげえ悩んで、こういう試しにダメダメダメ、メールだけ送って、ありがとうございますってメールだけ送って、舞台は送りません、それそうですよ、やり違うかもしれないんですけど、うん、ちょっと投げてみたいな、いやいや、バサラさんがだからもう間違って燃やしちゃったらもう二度と見なくなるダメダメダメだからバサラさんに燃やされたくない人はメール送ってください、バサラさんに、はい、動画見てますよっていう、いつも見てますっていう、そうそうそう、そうすれば一切投げませんのでね、抑制されますんでね、最近は僕が燃やされる側、ね、優しくしました、優しく見てほしいみんなに、はい、あとまあそのイベントの参加だけじゃなくて、アンケートにも答えられるようになってるんで、はい、まあ、アンケートだけ、答えたいとか、うんうん、あとまあ意見を送りたいっていうような時にも、はい、うん、このフォームからものを送っていただければいいと思って、それがついてるんですね、それがついてるとか、はい、うん、イベントに参加するだけじゃないです、うん、はい、なるほど、はい、はいはい、というわけで、はい、今回は大体こんなところ で、ね、はい、で次回この形最終回で、早いな、もう8回経ちました、今7回で、あ、今7回目出ますけど、うわ、どうしますか最終回は、なんか特別な企画、特別な、最終回ってでもあのガンコンカフェ、まあ、カフェで秋葉原、はいはいはい、はい、ここでの収録が最終回ってことですね、そうそう、いつも通りやります、いつも通りいつも通りね、いつも通りやります、最後にイベントですもんね、まあ、盛り上がりましたね、水着かじゃあお、そうだ、あったよ、クラッチャンのクラッチャンの水着コーナー、いや違う違う違う、クラタのビキニ見せて、すごいガタッと落ちるからね、もうクラタのビキニ見せてどうしたんだよあったね、まあ、うん、まあちょっとお楽しみかね、だってさ、あのこう団長のマネージャーがさ、首をダメとは振ってなかったの、いや罰にはしてました、罰にはしてたスーパーダメだった、机になんかそうだ、交渉の余地ありね、交渉の余地ありありなの、そうバッテンだけど、あ、バッテン、スーパーバッテンだよね、まあね、まあ、なんかね、なんか、まあまあまあ、ね、なんかあるかもしれない、はい、はい、うん、じゃあ来週も楽しみに、はい、はい、さようなら、さようなら、オッケー、もらいます。